マジか、全然動けへん。圏央道のね、自己渋滞やったんですけど、2キロとか3キロやったんですよ。まさかまさか10キロなって、ずーっとこれね、今止まってるんですよね。10キロですよ。さっきちょっと動いたな思ったんやけど、もう完全にトンネルの中で止まってます。ちょうどね、圏央道で相模原、相川と、その相模川の間ぐらいでなんか事故してるようなんですけど、もう動かないですね。僕の顔見えてますか？メガネアタック、ダメですね。動かないですね。これは久しぶりにちょっとなんかでかい事故の気がしてきました。はい、お腹減ったな。おにぎりかなんかなかったかな。はい、ということで、ね、ちょっとでどんな事故なのか、通行止めにならなかったらいいんですけどね。困ったな。もう先までずっと渋滞してますね。めちゃくちゃ渋滞してます。もう全然動かないですね。ダメだな、動かないね。止まってます。マジで動けへんな。困ったな。メーター綺麗ですね、クソをね。よっこいしょ。こんな感じですね。相模原、相川と相模原、この事故10キロですね。全然ダメだ。動かにゃーな、動かにゃーな、にゃーな、動かんな。上に、よっ、おにぎりないな。全部食べたな、おにぎりないな。困ったね。これ、寝といてよかったっす、ほんまに。寝てなかったら、多分、あれっすよ、絶対ここで寝落ちしてしまうパターンですね。パターンですね。いや、さっきちょっと手前でね、あの430休憩で止まってちょっと寝てたんですけど、その430休憩もそうなんですけど、もうパーキングいろんなとこ追い出されてね、どっかのパーキング、あれ中井やったかな、何回か入って追い出されたんですけど、中井のパーキングかなんか入った時に、もう10トン2台寝てるのを起こしてしまいましたね。コンコンして。チャンス出られへんくて。狭すぎて。あ、これ無理やわと思って、コンコンってやって。で、すいません、ちょっとだけ巻いてもらえますかって言って、右の人出たんやけど、ちょっと巻いてもうて。ほんで、でもそれでも出られへんくて。で、左側に止まってる、なんていうかな、まあ止めたらあかんとこですね。路肩に止まってる方をもう起こして、すみません、出られへんので、もっと前行ってもらいますって言って、寝てるとこすみませんとか言って。で、前行ってもらって、なんとか出れたんやけど、もう夜中のパーキングはほんま最悪。なんとかなれへんのかな、なんかトレーラー枠もっと増えへんかな。この渋滞、パーキングの中が渋滞する、止めるとこないっていう、この状況が陥ってるのは、要はあの、レジアウトっていうのを、なんか割引、仕事してる人を、なんか割引をもっとなんかこう、もう仕事者をもう全部割引みたいなね、できたらいいのにね。0時から4時とかその、割引とか深夜落ちとかなんかするからもう、あれなんですよね。その、0時回るまでは降りられへんから生料金になるからみんなパーキングで寝るみたいな感じじゃないですか。そう。430休憩取られへんのきついっすよね。特にトレーラーとかはね。
動けへんな、ほんま。何しよっかな、俺これ。これ、何しよっかな。とりあえず頭撫でとこうか。動けへんのよなぁ。ハリネズミくん。なぁ。クマちゃん、ちょっと服装の届けへんけどな。よいしょ。うわ、2度まで冷えてるやん。ちょっと開け、5度ぐらいまで開けとこうか、冷蔵庫。よっこいしょ。いや、ほんまマジで動けへん。これでなんか動画終わりそうやな、なんかな。21分、あれから止まってますね。やっとちょっとね、動き始めましたね。お、動きました。やっとです。出発です。だいぶ先の方とかで、やっぱ疲れてて長距離とかで寝てない人もおるから、もう渋滞で落ちてもって寝てしまって全く動けへんっていうね。乗用車とかやったら先が見えるんやけど、トラックとかやったら箱でかいから前のだいぶ前まで行ってしまうと自己渋滞で動けへんのかなと思いきや、前でドライバー寝てるとかね、それで動けへんみたいな。それは後ろのトラックが降りていってちょっと前見たりとかして、起こしてあげるかホーン鳴らすかしてあげらんと、ずーっと多分寝てると思うねえ。いきなり流れ、あ、これ左看板出てますね。 1.5 キロ、右で事故ってんのか、ね、え、あ、ちゃう、工事で右車線がなくなるから左に寄ってくるんか。工事プラス事故かよ。これはなかなかやな。これは予想外やな。2キロとか3キロとかやったら全然あれやのにな。もういきなりもう10キロってええってなもんね。そんな増えるみたいな。初めから10キロって出してって思うけど、そうはいかんわな。もうこれは結果論やから仕方ないですね。僕今日こっちに用事があるんですよね。まあでも通行止めになれへんかっただけ、本当にそれだけが救いですかね。もう不幸中の幸いっていうかね。まだ真夜中なんでね、もう荷下ろしは全然朝のね11時までに入れたらいいんで、もう夜中の間にもう向こう行って向こうで寝よう思ってたんやけどな。ちょっと俺の仮眠時間が減ったじゃないか。よいしょ。さあ果たしてどんな大きな事故に遭遇するのでしょうか、ね、皆さんね、真夜中こんな感じでね、トラックばっかりですね。てか全部トラックですよね。乗用車が1台も いてないっていうこと、異様な光景ね、僕ら普通やけど、皆さんこの夜中の1時半とかさ、そのぐらいの時間でみんな真夜中寝てますよね。明日仕事やしね。でもそんな真夜中にこんなにたくさんのトラックたちが荷物を運んで夢と希望をね積んで走ってます。はい、そうなんですよ。これちょうどこれ今トンネルやね、トンネルが血管で、血管の中を、僕らトラックは血液です。国の血液です。はい、物流を止めてしまうと、血管が止まっちゃうと日本は終わってしまいます。なんでね、物流は止めちゃいけないんですよね、はい、物流あってのやっぱりいろんな物資が、食べ物だったり衣服だったりね、いろんなものが回るんですよね。まあ医療器具だったりね、輸血だったり血液だったりなんかいろいろね、もうその運ぶっていうことがね、だから僕はこの運ぶ仕事がね本当に素晴らしい仕事だなと思ってね、僕はこの
ね仕事をしてます。で、まあ、どうせ運ぶんやったらね、もういっぱい荷物乗るトレーラーでいっぱい物運ぼうみたいな感じでね、もうトレーラー運転してますが、は夢と希望を積んでね、いつも満載で走っております。はい、あ、乗用車1台いましたね、珍しい。右側に1台だけですね、見る限り。あと全部前も後ろもトラックだらけですね。お気の毒ですね。トラックに囲まれて前封鎖されてね、僕らも仕事やから慣れてるけど、乗用車の方は結構ね辛いやろうね。こんだけもトラックばっかり箱いっぱいで前抜かしても抜かしてもトラックばっかりみたいなね。事故現場はまだでしょうかね。まあでも工事で1車線絞ってるからな、まだ先かな、だいぶ。よいしょ。さっきあのトンネルで止まってる時にさ、ああいう時はすかさずあの休憩ボタン押しとくんですよ。だから停止時間22分ってなってるから、うん、そうそう、ほなら22分はね、まあもう止まってるからまあ休憩みたいなもんやね。これ休憩やってなかったらもうほんまに拘束時間やからね。うん、そうなんですよ。トンネルの中で休憩してるようなもんやからね。工事で右車線がなくなるからみんな左寄ってくるな、 500m 先。本当やったら右走ってる方がね全部左にあの入れてもらえるんやけど、こんだけ混んでたら一緒やなみたいな右に寄っても左寄っても、うん、どうせその先はた事故やしな。寒いな、なんか最近夜中めっちゃ寒いっすよね。なんかもう寒いから今暖房入れよう思って。冷えるわ、じゃ冷える。よいしょ。雨降ってますね、やっぱり今日は雨ですね。みんな右のトラックが左寄ってきますね。この乗用車も多分僕の前に入りたいでしょうね。さあ、僕の前には何台入ってくるのでしょうか。トラックとかやったらね、1台ずつぐらいね、ファスナー方式で入ってくるんだよね。この乗用車さんがいてるからね、多分この乗用車さん多分俺の前に入ってくるはずだよね。
約1時間ぐらいはまってるんかな、うん、30分ぐらい連続走行時間やったもんな、うん、ちょろちょろ動いとったからね、あの時は休憩押されへんから、いや、いきなり流れたね、はい、ということで、あの皆さん、あの落ち度がなかったです、残念ながら、ね、雨めっちゃ降ってきたし、はい、今日の動画はトンネル内で自己渋滞大事故と思いきや、事故がもう処理されて終わってたっていうね、さらに工事ももう片付けてたっていうね、なんかもう坊主なんですね、坊主ですわ今日は、ね、すいません、なんか動画ね、こんな感じで終わっちゃいますが、こんな時もあります、はい、あ、ちゃいますね、ちゃいますね、出てきましたね、なんか旗を出しますよ、もう横から車出てきたね、左から怖いよ、え、なんでここ止まっとったん、あ、あれかな、トイレかな、いや、ハザード出してる、また止まる、また止まる、ハザード、ハザード、あ、ピカピカ光ってる、光ってる、え、なになに、また工事、あ、ここが事故現場、これが事故現場です。ごめんなさい。あ、ありがとう。坊主ちゃいましたね。皆さん、まだ動画見てくれてます？事故現場です。さあ、どんなでかい事故やったんでしょう。なんか砲鳴らしますね。事故って書いてランドクルーザーアクシデントって書いてますね、事故って英語でアクシデントって読むんですね、わあ、扉開いてる、わあ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 、大丈夫かな、右の単独かな、右の扉ドア開いてて、でフロントガラス全部ねなくなってて、エアバッグ飛び出てたもんね、ものすごい衝撃やね、運転手さん大丈夫かな、ご無事を祈りますね、もうでもなんか単独っぽかった感じやけどな、はい、ということでね、無事にね事故現場抜けました、結構大きな事故でしたけど、まあ一車線で収まってましたね、はい、真夜中の皆さん、うわ、この方さっき入れてくれた人ありがとう、急いでますね、やっぱりね、やっぱりそう、あんだけハマったからみんなもう急ぎますわね、時間がだいぶねあれですからね、相模原出口1キロってまだ相模原も行ってなかったんかよ俺マジで、はい、今日の動画はいかがだったでしょうか、トンネル台で全然動かない、自己渋滞10キロっていうことでね、渋滞にはまってました、はい、さあそれでは皆さんご視聴ありがとうございました、これをね、また皆さん、ああいうね、事故とかああいうの見たときは明日は我が身ということでね、僕も皆さんも、気を引き締めてですね、ハンドルを握ってこれからもね安全運転するように、よろしくお願いいたします、はい、真っ暗で全然見えてないけどね僕の顔ね、はい、ご視聴ありがとうございました、それでは次回の動画に向かって出発進行、皆さんご安全に。